つこみごとです。みなさんこんにちは。今日はね、今日は何して遊ぶ？ゴードはみんなもうしてると思うんだけど、もうすぐ日本に移住、まあ日本に引っ越すつもりなんで、ちょっとさ、日本語は喋れるかどうかちょっと心配なんです。昔は日本に住んでたんだけど、この数年間、3、4年間ぐらいになるよね。この4年間はずっとオーストラリア滞在してるんだから、日本語ちょっと下手になってるんじゃないかって心配はありますんで、今日はね、なんだっけ、日本語能力試験の問題、例の問題など、ちょっと挑戦したいと思います。そして俺、昔、日本語能力試験2級取ったんだけど、その後に1級、一番難しいやつ、挑戦、まあ、受けてみたんだけど、落ちたっていう話で、今日は1級、日本語 N1、1級能力試験を挑戦したいと思うんで、そして、見てる日本人の皆さん、日本語能力試験1級についてくれるか？な？もしかしたら今この動画見てる君は、ゴードより日本語下手じゃないですか？その可能性はあるんじゃないですか。だからこれからその能力試験の問題をちょっと挑戦して、ゴードより下手だったという人たちは、コメント欄でゴードより日本語下手ですって書いてください。で、ゴードより上手いという、ゴードより日本語が上手という人たちは、コメント欄で何も書かなくてもいいです。はい。じゃあ、やってみよう。よし、これだね。ああ、懐かしい。こういうのは懐かしいな、俺。日本語能力試験、JLPT。Language、Japanese Language Proficiency。問題例に挑戦しよう。やっぱ、5級にするか。めっちゃ簡単やろうね、これ。ちょっとクリックしてみる。どんだけ簡単やろう。どこから始まる？日本語能力試験。の言葉にひらがなでどう書きますか？ 1,2,3,4 から一番いいものを一つ選んでください。しかもこれ全然感じない。この漢字なんでしょうか？新しい、なんかいいね。ちょっと新しいを新しいにしような。日本語変えよう。新しい、なんか中東の人の名前みたいな感じ。わしはあれだし。まあ新しいね。正解です。はい、じゃあ、それぐらい簡単でね。それぐらい簡単。5級はね。で、2級も昔取ったから、昔より下手になってないんだろうね、と思いたい。だから今のコードはもう1級でも取れるんじゃないかって、まあ思いたいけど、難しいよ。小説読めても、一級は難しい。線の言葉の読み方として、最も良いものを、1,2,3,4 から一つ選びなさい。彼は今、新薬の研究開発に挑んでいる。挑んでるよね。励んでる。望んでる。絡んでる。挑む。だよね。あれ？クリックできない。なんで？いやいやいや、だから挑んでって言ったやん。なにこれ、ずるいこれ。望んで、あ、治った。じゃあ挑んでるね。正解2。もうダメやこと。に入れるのに最も良いものを1,2,3,4から一つ選びなさい。私の中長は単なる何々ではなく、確たる証拠に基づいてる。これ
推測。おお、うまいんじゃん。これ一級？一級もっと難しかったよ。俺昔やった時もっと難しかった。このマニュアルの説明をややこしい。これ意味が近い言葉ね。複雑？明確？奇妙。これなんて言うんだっけ？か、た、たん、忘れた。ああまあ複雑やな。次の言葉の使い方として最もいいものを1、2、3、4から1つ選びなさい。いたわる。いたわる？ああ、なんか今思わず携帯取って調べようとしたんだけど、ダメだよね。ダメだよね。ちゃんとやろう。弱い立場の人をいたわるのは大切なことです。いや、だからさ、こういう例さ、こういう質問さ、逆にややこしくなる。自分の頭の中でなんかこの間違った例を3つも頭の中で読み上げると、それ記憶に残ると思うんだから、こういう質問はあかんと思う。山田さんはこれまでの努力をいたわってくれました。母は孫が遊びに来たらいつもいたわっていました。政治家は国民の生活をいたわるべきです。いたわるっていう意味わからん。使う？いたわるって使う？おお！あの、やっぱ日本語さ、日本語勉強するんじゃなくて、噛んでわかるんだよ。噛んで、今さらいたわる。いたわるっていう言葉が勉強になりました。今さら後悔してみた、でしまったことを取り返しがつかない。今さら後悔してみたところで、してしまったことは、え？今さら後悔してみたにせよ。じゃないよね。ところで。ところでだよね。うん。うまいで。あ、なんか変なのが来た。次の文の星に入る、最もいいものを、1、2、3、4から、どっちだろうって。あー、順番？順番並べて、あの、ちゃんと意味がわかるように。休みの、実際にはなかなか実行できない。休みの、ああ、こういう並んで、そして星のとこに当てはまった言葉が答えということよね。休みの、今日こそ、片付けようと思いながらも、休みのたびに今日こそ片付けようと思いながら、じゃあ片付けよう。へへへ、ちゃ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 。長いのが来た。じゃあ今日の動画はこんな感じで。頑張ろう、頑張ろう。めっちゃ長い、長い、長い、長い。次の文章を読んで、いや、ちょっとごめん。文章全体の趣味を踏まえて、んの中に入る最もいいものを、1,2,3,1 から1つ選びなさい。ここから選んで、お、ここに。これ、え、これのためにこれ全部読まなくちゃいけない？いきます。僕はプライドというのは絶対感だと思う。プライドというのは絶対感。プライド高い人が書いた文章やな。自分がバカであろうと実力であろうと、という自分全体に責任を持ってとうとうと押し出す、それがプライドだ。ところが自尊心だとか、プライドだと言いながら、まるで反対のことを考えている人間が多い。他人に対して自分がどうであるか、つまり他人は自分のことをどう見てるかなんてことを気にしていたら、絶対的な自分
というものではなくなってしまう。プライドがあれば他人の前で自分をよく見せようという必要はないのに、他人の前に出ると自分をよく見せようと思ってしまうのはその人間にコンプレックスがあるからだ。こういう人なんか細かいとこ考えすぎじゃない？あ、でもなんかゴードもなんかこんなこと言いそうやね。一言言えない、人のこと言えない。大切なのは他に対してではなく自分自身に対してプライドを持つことなんだ。他に対してプライドを見せるということは他人に基準を置いて自分を考えてることだ。どういうことか。そんなものを本物のプライドじゃない。本物のプライドじゃない。例えば、他人にバカにされようが、笑われようが、自分が生きている手応えを持つことがプライドなんだ。生きてる手応え。生きてる手応え。俺にはあるかな。絶対的なプライド、どこまで読んでた？絶対的なプライドではなくて、絶対感を持つこと、それが本当のプライドだ。このことを抜けなかったら、抜けなかったら人間として純粋に生きてはいけない。だから自分は未熟だと言って悩んだり、実力を恐れて引き込んでしまうなんて良くない。それは人間というものの考え方を間違えてる。というのは人間は誰もが未熟なんだ。自分が未熟すぎて心配だなどというのは甘えだし、それは未熟ということをマイナスに考えてる証拠だ。ということをマイナスに考えてる。ここに言葉入れる。何々弱い人間とか未熟な人間の方がはるかに膨れ上がる可能性を持っている。未熟というものは運命全体、世界全体を相手に戦う力というものを持っている。そこに他人に言わせれば弱い人間とか未熟な人間の方がはるかに膨れ上がる。そうは言っても僕に言わせればそうは言うもののこれわからん。これ僕に言わせれば弱い人間とか未熟な人間の方がはるかに膨れ上がる可能性を持っている。これじゃない？僕に言わせれば、他人に言わせればじゃなくて、そうは言っても、は入らないよね。未熟だというマイナスに考えてるとこだ。ああ、これだ。違う。そう、いや、間違った。僕に言わせれば合ってた。これだったな。そう、なんか、これさ、なんでゴードはこれ、なんか、なんで僕に言わせればと、ゴードは思ってたのに、そうは言っても、で、選んじゃった理由はね、いきなり、この文章の中で、なんでいきなり、この文章に、僕が出てくる。あ、でも最初僕と言ってたね。なんか、そう、それちゃんと読んでないかも。なんか、自分と他人とか、なんか、その、そういう言葉ばっかり使って、なんで最後に僕って変なとこに入るんだろうなと思って。それだったら僕に合わせれば意外だな。意外の何かだな。
しかも僕じゃなくて私、書くんだったらさ、私使ってほしいんだけど。長かった。長いよ、これ。また長い文章。これ全部できない。ていうか、聞き取るやつもあるよね。次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして、最もいいものを1、2、3、4から1つ選びなさい。音楽や美術、計測などのアートは、聞く人、見る人の共犯によって育てられる。悪い演奏をしたら、良くない作品を、出品したら、その芸術家は次の表舞台に出る機会を失う。ところが、医者や看護師が行う医療の実践を、アートを評価できる医者は作られてこなかった。評価できる患者は作られてこなかった。ああ。一般の人に知識を与えず、治療について、評価できる患者がいない。いや、いるでしょ。たくさんいるでしょ。だから医者のアートが発展しないのである。これは患者にとっては、もとより、医療者にとっても不幸なことではないか。この人何が言いたい？なんか、この文章を書いた人、語彙より日本語下手気がする。もういい、なんか伝えたいことをもうちょっとしっかり伝えよう。な。医者について、医療について、評価、いや、俺漢字読めてないからあかんよね。医療について評価できる患者がいない。医療について評価できる患者がいない。まあ、まずはそれ嘘でしょ。評価する患者たくさんいる。評価できる患者たちたくさんいるじゃん。その医療効果あったかなかったか、自分がしてる限りに効果ありそうかなさそうかとか、そういうの。一般の人に知識を与えず、医療について評価できる患者がいない。いや、そこ間違ってるけど。だから、医のアートが、いや、だから、その治療とかさ、アートとかなんか、比べてどうする？もう頭に来た。ここで最も言いたいことは何か？ああ、そう、まあ、こういう質問か。もう分かりづらい文章を書いて、わざと分かりづらいのを書いて、こういう一級を目指す外人が、ちゃんと意味、読み取れるかのテストだな。きちんとした医療の実践ができない。医療者は表舞台から去るべきだ。医療者を不幸にしないため、一般の人も医療の知識を持つべきだ。医療も芸術と同様に、医療の良し、悪しの評価できる感じが必要である。これじゃない。悪い演奏や良くない芸術作品は病院における医療事故と同じである。いや、それ、これじゃない？うん。ちゃんと医療人としてなんかうまくやってるかどうかなんか、ちゃんと評価できる患者さんが言った方がいいと言ってるんだけど、もう患者さ、その医療が効かなかったら、もうそれで悪い評価を与えるじゃん、患者さん。まあ、また長いの来ちゃったけど、ちょっと動画長くなるから、今日はこの辺にします。もう、ちょっと、
オーストラリアの朝だから今。もう朝からもうこんな日本語能力試験1級の文章を読んで答える、ちょっとやる気はない今。じゃあみんなどうですか？ゴードは日本語能力試験1級いけるんでしょうか？そして、ゴードより日本語上手い人たちは、何もしなくてもいいけど、ゴードより日本語下手という人たちはコメント欄で、私は日本人だけど、ゴードより日本語下手ですって。もういい、いい、いい。でも、最近ちょっと、日本語また勉強してるから、どんどん上達するぜ。じゃあね。